どうしたんだ。陽介先生、助けて。お前何してるんだ。いや、だってゆらちゃんが。言い訳するな。職員室で待ってろ。落ち着いたか。はい。あの、陽介先生。このこと、絶対誰にも言わないで。パパとママに心配かけたくないから。でもそれだと。お願いです。陽介先生とゆらだけの秘密にして。ね。うわ。やっぱ綺麗な顔してんな、こいつ。家まで送るから、支度しよう。陽介先生、ゆらね、先生のことずっと前から好きだったんだよ。前園、誰とでもあんなこと気軽にするんだよ。ねえ、先生はゆらのこと好き？一生徒としては大事だし、好きだよ。そうじゃなくて、女の子としてってこと。何言ってんだ。ほら、シートベルトつけろ。おい、大声出すなって。こいつ可愛いんだけど、めんどくせえな。そういうのは好きな男としなさい。もうちょっと扱いやすかったら一発くらいやってもいいんだろうな。ねえ、最近前先生とエッチしてるの？は？陽介さんと喧嘩でもしたな。なんでよ。だって前が同窓会に参加するとか珍しいじゃん。え、今日はたまたま飲みたい気分だったけど。はあ、本当かな。エッチはしてんの？あ、ちゃんとしてなんで。もうやめよ。どうしてんの？松永くん。うん、久しぶり。久しぶり。よー、エイジ、お前今弁護士やってんだって？すげー。よっ、ナイ先生！前も酔っ払ってるだろ。めっちゃかっこいいね、そのバッジ。松永くん。教えてください、先生。いいんだな、松永くんみたいな。次回カラオケ行こう。行く。次回行かないの？行きたいけど、旦那が多分怒っちゃうから。そっか。まあ行こうよ。ごめん。てか、食卓やばい男って浮気する確率高いらしいよ。縁起でもなって言うなって。ほら、行くぞ。行く。まい、まい、いいだね。じゃあ、まい。まさか。何か。ごめんね、遅くなって。久々に友達と会って、あれ？今すぐ迷子抱きたい。